はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の三角形の辺と角の大小関係についてお送りします。で、前回まででチェバとメネラウスが終わったので、本当は次円周角の定理に円の方に行くんですけど、その前に一つこれをやっていきます。で、ポイントはなしです。問題は8問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？それでは、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、8問あるんですけど、まあ3つですね、大きく分けて。まあ1個、2個、3個となってるんですが、まあそれぞれ、まあポイントがあるので、それを覚えてもらったらなと思うんですけど、まず1つ目は、三角形があると。で、三辺の長さが書いてある。まあ、2、3、6って辺の長さが書いてあるときに、その三角形存在するの？っていうのを調べます。だから答え方としては存在はするしないですね。だけなんですけど。で、これも超、まあ、これ全体的に超シンプルなんですけど、やること。これまず2、3、6、存在するかしないかって言ったらしないんです、答えこれ。ありえないっていう、この三角形は。で、この考え方は公式とか使って考える先生もいるんですけど、これ、マジで、いるんですけど、存在するかしないかって言われたら、もう図を書く方が早いです、基本的には。で、ポイントとしては、一番長い長さ、今6だよね。で、それを下に、もうフリーハンドでいいからね。6センチなんて測んなくていいから、ここ6だと思ってください。で、その時に、2と3をこっから繋げた時、三角形できるって考えるの。で、できないんだよね。で、なぜなら、2、3でしょ。これ、もし、こっから横に並べても、2と、3って届かないよね。だってここ6なんだもん。2と3足しても5だから。で、真横にして届かないのに、斜めにして届くわけがないんだよ、絶対に。だからありえない。存在しないの、これは。で、こういう感じで考えていきます。だからこっちも同じで、一番長いのは6でしょ。で、6、また置いてみて、ほら6やと。で、3と4なんで、足せば7じゃないですか。7ってことは、真横にしてたら被ってるので、ちょっと上に上げても届くはずだと。つまり、まあ多分状態としてはこんないかないか。まあこんな感じかね。3と4って。三角形作ることができるので、これは存在するんです。で、最後5、7、12ですね。で、一番長いのが12なんで、まあこれ12やと。で、まず自分一応真横にする状態から考えるんですけど、5と7って足すとぴったり12なんだよね。あ、12届いてるじゃんって感じがするんだけど、まあ、この辺かな、5と7になっちゃってる。ぴったりの状態から持ち上げたら離れるよね、絶対に。三角形できないんだよ。こっちは3と4で1センチかぶった分があったから、だからちょっと持ち上げてもまあつながることができるんですけど、だからぴったりになってしまってるので、これは存在しないと。三角形はね、まあ、存在するかしないかの問題だったら、こうやって考える方が一番わかりやすいというかシンプルかなとは思います、個人的にはね。まあ、これが一つ目。まあ、三角形が存在するしないの問題のやり方と。で、次が、三角形。また三角形 ABC があって、三つの角 A、角 A、角 B、角 C か、の大小を調べます。つまり、どれが一番大きくて、どれが一番ちっちゃいのっていう話なんですけど、で、これはですね、辺の長さが分かってると、角の大きさが分かる。まあ、大小関係が分かるってやつなんですけど、A が7です。B が4です。C が5です。で、これはですね、まあ、ちょっとまた消しちゃいますけど、下いけるよね。A が7だからどうしようかな。ABC だから、こういう感じかな。各 A、各 B、各 C の時に、まあ、A 大変だから、ここが7、7なんだよね。で、B がこっちが4、短くて C が5じゃないですか。まあ、こういう感じになってるだろうと、きっと。で、辺の長さが長い方が対角は絶対に大きくなります。なぜなら、7の分伸びてるんで、その分、絶対ここは広がんなきゃいけないじゃん。だから、これが、7が一番大きければ、角 A が一番大きくなる。で、4センチ、ここが一番短いんで、その対角である、ここが一番ちっちゃくなります。つまり、これだけ、7、4、5っていう数字しか分かってないんですけど、角の大小関係だったら、一番、数の少ない B が一番ちっちゃいと。で、次 C だから角 C で角 A が一番大きいよねっていう、いうことが分かります。それぞれ角が何度っていうのはピンポイントでは分からないですけど、35度とか33度とかね、
それは分からないけど、核の代償関係だけだったら辺の長さで分かるよっていう。だから次に関しても353なんで、3が同じじゃないですか。だからここ3が同じなので、角 A と角 C は同じです。だから角としたら角 A イコール角 C となります。でも B が5で一番大きいので、 A と C よりも B の方が大きいからこういう書き方をします。A と C は同じで、こいつらより B は大きいですよっていう。で、最後です。最後ちょっとね、難しいというか、ややこしいというか。これね、ここが B だったら簡単なんです、実は。すごく簡単。で、この状態で分かってることは、各 A が一番大きくなります、必ず。で、なぜかっていうと、各 A90 度、まあ、直角ですよね。もしくは鈍角の時でもいいんですけど、120度とか130度の時もそうなんですけど、90度より大きいの使われたら絶対これが一番大きくなる。なぜなら他2つ B と C 角度で90超えることはできないから。だって片方で90使ったったらあと1個の角度0度になっちゃうからね。そう。なので90度以上使った場合それが一番大きくなる。つまり角 A が一番大きいことが決まります。で、 B と C は A よりちっちゃいことが分かってる。で、もしここが B でなってくれてれば、数字の大きさ比べて B の方が大きいから、あ、B の方が大きいから、C が一番ちっちゃい、B が次、A が一番大きいってわかるじゃんっていう話なんですけど、今回 B がないんで、まあ、C は2じゃないですか。で、A よりちっちゃいのはわかってるんですけど、B が C より大きいのか C よりちっちゃいのかが大事になる。で、そこを判断しなきゃいけないのね、この問題は。で、その判断の仕方はちょっとまあ上の問題に似てくるんですけど、例えばこれ、まあ2より大きいか。それ大きければ、例えば B が3とかですよね。あの4より大きくならないから。A が一番大きいって分かってるからさ。で、C よりちっちゃいんやったら、まあ B が1とかになるわけじゃんか。だからまあそれだったら3と1どっちだったら OK なのかなって考えるんですけど、これ結論から言うと B は3の方なんです。C より大きくなります。で、なぜかっていうと、もし B が1になってしまったと考えたら、4、2、1のコンビになるでしょ。さっきの上の問題みたいに考えたら、下に4を敷いた時に2と1届かないんだよね。三角形作れないんだよ。だから B は1はありえない、ちっちゃい方が。でも3だったら4を敷いた時に3、2で届くので三角形作れるんだよね。だから、まあ、三角形の存在条件じゃないですけど、あ、B は C より大きくなんなきゃいけないんだって、まあ、A よりちっちゃくなんなきゃいけないですけど。で、最初にも言った A が一番大きいってところを逃さなければ B が3って勝手に決めてしまえばね、一番ちっちゃいのは C だと。で、次が B で、そうだね、大文字だね、ごめんごめん。次が B で A が一番大きいと。これが答えになります。で、最後が、辺の長さに x が入ってると。で、その時に、その x の反る値の範囲を求めようという問題です。で、これはね、公式使っちゃうのが一番楽かなと思います。ここに関しては。で、どう解くかっていうと、まあ、6、8x なんで、まあ、x の範囲求めたいじゃないですか。で、三角形において、その一つの辺の長さに関して、ある条件があって、その長さ、まあ、x で辺の長さね、は、まあ、こうやって小なりで囲むんですけど、右側は2つの辺を足したものより絶対ちっちゃくなります。で、これは足したものより大きくなってしまう。例えば今14でしょ。じゃあ20とかにしようか。大きい数字。もし X が20になってしまったら、20を一番下に引きます。長いんで。6、8届かないんだよね。だから足したものよりちっちゃくならないと存在しなくなってしまうので、だから絶対ちっちゃくなってねっていう辺の長さが。で、もう一個は引き算なんです。6-8。けれど、そっちは絶対値がつきます。今みたいに 6-8 だとマイナスになっちゃうんで、長さにマイナス関係ないからね、辺の長さに。だから、絶対値マイナス2にして、絶対値マイナス2って2と同じだから。だから結局、これ下ギリ入るかな。左が2、小なり x、小なり14。となって、これが答えになります。いいかな？で、それさえ分かってしまえば、右も同じです。存在する条件をね。で、これも X を真ん中持ってきて、
右は足します。残りを5足す9。で、左は絶対値で5引く9。もちろん9引く5と9足す5でも全然構わないからね。同じになるから。で、中身マイナス4です。絶対値マイナス4。絶対値の中身がマイナスやったらマイナス取ればいいだけだから。だから、4が出てきて、小なり X、小なり14と。これで OK となります。例えばこれなんで絶対値こうなるかっていうと、まあ、2って計算するじゃないですか。で、X がもし1とかになってしまうと、B が8、一番長いんだけど、8に届かなくなるの、6、1が。ここがまた。だからそのね、数よりも大きくしないと届かなくなる。存在しなくなってしまうので、この条件で計算することができます。いいかな？では、今回は高校数学数 A の三角形の辺と角の大小関係についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から円ですね。で、まず円周角なんですけど、あの円周角の定理に関しては中学校の中3かなでやった内容と変わらないので、まあ、あの、ポイントは端折ります。ちょっと省略しますが、そのなんだ、円周角の定理を使った問題をね、まずやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。